A 六輔その新世界。 A 六輔です。久しぶりの生土曜ワイド。まずは聞いてくださるあなたとこの番組を作る仲間たちにご挨拶。昨日は27度の沖縄から戻ってきました。沖縄タイムス、琉球新報、2つの地元新聞はラジオ欄がテレビ欄と同じスペースを持っています。ラジオタレントには嬉しい土地です。僕はラジオが NHK だけの時代からテレビの実験放送、そして民放開局と放送の中で生きてきて40数年、学生時代宮本恒一先生に君が放送の仕事で生きるんだったらば電波の届く先に出かけてそこで考えたことをスタジオに持ち帰れと言われました。それは今までもこれからも大切にしていくつもりです。この電波の届く先は関東一円でも、ここには日本中、そしてアジアからの人々が暮らしています。この番組では僕たちとアジアとの関わりをキムチ、餃子、バナナのレベルでテーマにします。例えば遠藤靖子さんがお母さんでもちっとも不思議ではない若いパートナー長峰さん、彼女がなぜ魯迅、ルーシェンを学んだのか、その学んだ成果はどうでも魯迅を選んだことに注目したいと思います。さてこの番組午後2時までの5時間半、どうぞ程よくお付き合いください。40年前日本人は1日平均3時間27分のラジオを聴いていたという統計があります。テレビ以降20年前にはただの30分も切りました。そして今 FM 短波も加わって40分台に戻ってきています。この時間全て付き合ってくださるあなた、そして一部分を聞いてくださるあなた、同じ時代の同じ時間をラジオで共有して、その全ての瞬間に聞いていてよかった、送り出してよかったという思いを散りばめることができたらと考えています。若いスタッフ、そして、関谷君、ラッキー君、山中君、翔平君、954の皆さん、唯一同世代の中村さん、どうぞ、ラジオはテレビより自由です、ご自由にやってください。僕は大沢優里さんと毒まみすさんだゆさんを追いかけて、この2人の真ん中の位置につけていこうと思っています。この2人よりちょっと短気で、ちょっと偏屈で、ちょっと年が上です。もう若くはなく、かといって老人でもない年齢を自覚しながら、嫌われない努力はしますが、嫌われてもびくともしない年になりました。先日上野本木店が入谷で再開するという会がありました。97歳の岡本文也さんが元気に信頼が続けられるのは本木店のおかげだと言ってました。僕もラジオが続けられるのは靖子さんと TBS 土曜ワイドのおかげだと言いたいと思います。どうぞご協力を。